ブリティッシュシップビルダーズ社は1977年から1980年代を通してイギリスの造船業を所有、管理した国有企業。イギリス東インド会社島へのブラックウォール造船所を期限の一部とする。主要なイギリスの造船会社を国有化する法律が成立した結果、ブリティッシュシップビルダーズが設立された。これは、 航空機メーカーの国有化とグループ化したブリティッシュエアロスペース社も同様であった。北アイルランドに拠点を置く唯一の造船会社であるハーランドウルフもブリティッシュシップビルダーズが経営権を有するようになったが特殊な政治的地域事情によってブリティッシュシップビルダーズの影響を受けることはなかった。1983年にブリティッシュシップビルダーズは 新たな法律の下で民営化された。国有化した後も残存していた。様々な部門は1980年代を通して独立し、1989年にブリティッシュシップビルダーズの運営は終わりを告げた。2013年に生産が完了し、法的にも消滅した。ブリティッシュシップビルダーズの変革。ありがとうございます。